Hey, how are you? It's me, Sanae. Welcome back to my channel. さあ、今日はですね、英語教室とか、英語トレーナーとか、英語、他に何か言い方あるかな、の先生の使い方、まあ、付き合い方ですね、をちょっとシェアしていきたいと思います。どうですか？ご家庭で英語の取り組みがもう順調にできている方っていうのも、いらっしゃると思いますし、こういう情報を求めていろんなリサーチをされている方は多いと思うんですけれども、リサーチをするもやってみても結局挫折しちゃったり、やってみるけどなんか続かなかったりっていう方は結構多いんじゃないかなと思います。はい。で、重要なのはですね、その先生を、日々のご家庭の、英語活動のペースメーカーとして置いてもらうっていうことがすごく重要かなと思います。で、ただこう受け身で、はい、わかりました、それをします、それをします、じゃあやってきますっていうだけではなくて、こうこうこうなんですけどどうですかとか、こうこうこれで困ってるんですけどどうしたらいいですかという感じで、ぜひですね、受け身受け入れるだけではなくて、質問をしたり、わからないことをシェアして、どういうふうなことを今後していったらいいのか、もうこれなんか当たり前のことに思う人もいるかもしれないんですけれども、ぜひですね、もう、熱く活用してほしいと思います。はい。せっかくね、英会話教室とか、英語の教材とかわからないですけど、買われたりして、やってみようという思いがあられるわけですから、ぜひですね、もうそこを活用して、どうにかですね、お子さんが英語絵本を読めるようになったり、英語の英会話を中身のある英会話ができるようになっていくっていうのは本当に、楽しみですよね。親としてはですね。はい。ぜひ叶えていってほしいなと思います。今日はですね、英語の先生、英語教室との付き合い方というお話でした。日々のペースメーカーとして、ぜひ付き合っていくといいかなと思います。Thank you for watching this video. See you next time. Bye!